絶望プレゼン。あ、そう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 、翼くん本人じゃ。翼くん自身がほん、あの、犯人候補として上がっとったよな。あれは、翼くんですね。そういえば、最近翼は静香ちゃんと大喧嘩していたんだよな。ええ、それに静香さんのメモには、態度もおかしいって書いてあったわね。それでは早速話を聞いてみましょう。ん？君たちは、丘を飛ぶの？僕に何か用？ちょっと、聞きたいことがあるんですが。聞きたいこと？担当職人に聞きますが、翼くん、あなたが静香さんを襲った犯人ですよね。担当職人すぎだろ、お前。え？ちょっと、シロウくん。それはあまりにもストレートすぎないかしら。いいんですよ。これも相手の反応を見るためのテクニックです。ちょっと待って。意味がわからないよ。僕が、静香さんを襲った。隠したって無駄ですよ。あの、どうでもいいけど、静香ちゃんのことを彼女なのにさん付けで4秒やな。ちょっと、意外。あなたが静香さんと、大喧嘩してたのは、もうバレてます。お前、静香ちゃんと何か揉めてただろう。それで彼女に怒って、あんなことやったんじゃないのか？あんなことって、一体何を？それはお前が一番わかってるだろう。君たちが何を言ってるのかわからない。そもそも静香さんが襲われたってどういうこと？静香さんの身に何かあったの？おい、ゲスケ！本当に翼は、トンペロ玄関なのか？今のところ、怪しい姿は見えないけど。いや、もしかしたら、これも芝居なのかも。確かに、キスケ君の言う通りです。まだ油断しちゃダメですよ。何をこそこそ喋ってるの？ねえ、静香さんに何かあったのか、詳しく聞かせてよ。それは、翼くん、実はね、かれこれ、近々。えっ！そんな、どうして静香さんが？今、保健室に運ばれてるぜ。早く彼女のところに行かなきゃ。あ、ちょっと待ってください。何？まだ僕たちは、あなたに聞きたいことがあるんですよ。もう少しだけ話を聞かせてもらっても。さっきから君たちは、何なの？僕と静香さんが喧嘩してからって、僕が犯人だって疑ってるの。それは。まあ、そうですね。僕は犯人じゃない。それに、ちょっと喧嘩してたぐらいで、さすがにそんなひどいことをやるはずないでしょ。正論ではあった。ちょっと喧嘩してたぐらい？静香ちゃんの本音ノートってのを見たんだけど、それにはあんな怒った翼くん初めて見たって書いてたぞ。それはねえ翼くん、あなたが犯人じゃないって言うなら、静香さんと何を揉めていたのか詳しく教えてくれない？気になる。あんま仲悪そうには見えんもんな。喧嘩するような感じじゃなかったもんな。わかったよ。つい最近、僕は静香さんに呼び出されて、僕は浮気してるんじゃないかって彼女に問い詰められたんだ。そうか。アンちゃんと一緒に行動しようけんな。それが浮気って見られとる、もうおかしくはないんよな。浮気ですか？女の敵ね。違うよ。それは誤解だったんだ。僕は浮気なんてしてなかったし。だけど、静香さんはどんどんヒートアップしちゃって。僕に、もう他の女とは話すなとか、女の子と目を合わせるのも禁止とか、しまいには、女の子がいる部屋で呼吸をするなとか、
無茶なことを言い出して、それでついイラッとして、ああそれは静香ちゃんが悪いわ。無理だ、他の女がいる部屋で呼吸するな。無理だ、死ぬわ。なるほど。それで翼くんと静香ちゃんは、静香さんは大喧嘩をしたんですね。うん。その時翼はかなり怒ったんだろ。まあやっぱり静香ちゃんの束縛が激しすぎて、それが嫌でお前は静香ちゃんを襲ったんじゃねえのか。だから違うって。本当に？嘘じゃないよ。僕が嘘をつくように見える？まあうん、けど今の話は嘘じゃないって思う。なんとも言えませんね。だってさ、ガチギレするぜ。あんだけ女から束縛されたら、美人な顔でもちょっとさすがにガチギレするぜ。むちゃくちゃなこと言おうもんな。ドキュンやん、静香ちゃん。ドキュンやん。なんだよその反応。とにかく僕は犯人じゃないんだ、信じてよ。怪しいな。みんな少し落ち着いて。ふみさん、彼はずっと犯行を否定してるし、これ以上言い合っても時間の無駄かも。まあ確かにな。分かったよ。なんかいい感じやな。ふみちゃんっていう結構冷静なキャラクターがおって、抑え役としてうまいことを機能してる感じがするな。ねえねえ、ちょっと気になったんだけどさ、その翼が浮気を疑われた女ってのは誰なの？それはその時だった。何？あー出たな、浮気と疑われた相手の女、出たな。翼、やっと見つけた。ねえ翼、あんたどうして？ちょっと待ってください。今僕たちが翼くんと話をしてるんですよ。急用なので後からにしてもらってもいいですか？うるさい、私も急用なのよ。あんたたちは黙ってて。おい、シロ、ここは素直に従っておいた方がいいんじゃ。そうですね、アンさん、すごい剣幕です。アンちゃん、怖い。翼、私、言ったよね。静かには諦めるように言ってって。私との約束はどうなったの？なんだ？諦めてって言うのはさ、なんか今の諦めてっていうのはさ、なんか付き合うとかそういう話の諦めるんじゃなくて、あの別れるって意味の、付き合ってるの別れるって意味の諦めてではないような気がするな、これ。なんかオーディション関係の方の諦めるの気がするな、これ。俺なんか、あんちゃんももしかしてなんかオーディションに関わっとんじゃないかな、俺。まさかとは思うけどさ、なんかそんな気がするな、俺。あんちゃんもちょっとモデル体型やし、オーディションのことになんか関係してそうな気がする。ん？なんか俺そんな気がするぞ、俺。直感的やけど。それは、嘘つき。この弱虫。弱虫じゃない。おいおい、一体何の話をしてるんだ？弱虫？アンさん、何の話をしてるんですか？あんたたちには関係ない。ねえ、翼、ちゃんと静かに言ってよ。今のは、その話はやめよう。みんないるし。最低。あんちゃんが泣いちゃった。あの気を強くて、高飛車なあんさんが泣いた。珍しい。一体どういうことなの？もういい。
何するんだよ。せっかく用意してたのに。今あんたが名付けつけたのって洋服？そうみたいだな。しかもかなりビリビリに破られてるみたいな。あんたなんてもう知らない。アンさんが走って出て行ってしまいました。これって一体アンちゃんと翼の間に何があったんだ？翼くん、さっきのは？それは言えない。どうして？ごめん。逃げた。翼を追いかけよう。はい。数分後。はあ、見失ってしまいましたね。ふむ、さっきの翼くんの話を聞いて、彼は静香さんを襲った犯行は否定しましたが、アンさんとのことで何か隠し事をしているみたいですね。そうだったな。そういえばアンちゃんは翼くんと約束をしていたみたいだったよね。ああ、なんか静かに諦めるように家とか言ってたな。そしてそのことを翼がはぐらかすと、アンは泣き始めてどっかに行っちまった。しかもビリビリに破れた洋服を投げつけてたし、マジわけわかんなすぎるでしょ。二人は一体どういう関係なんだろう。静香ちゃんに諦めるように言えか。もしかして陰で翼とアンちゃんは付き合おうとしてたとか。略奪愛ってやつですね。それはなんか違う気がするよな。さっき諦めるように言えって言うたけどさ、諦めるように言えとは言わんだろうな。それだったら別れるように言えって、別れるように言えって言いそうな感じがするもんな。わざわざ諦めるように言えっていう言い方はしてない、せんと思うけどな。何それ、ドキドキするんだけど。確かにその可能性もあるわね。とにかく二人の関係には被害者の静香さんも関係しているみたいなので、アンさんと翼くんについてもっと詳しく調べてみましょう。あ、まだ探索させてくれるんじゃ。まあちょっとそこまでだって猫彦が言いに来んのやな。じゃあアンちゃんに話しに行くけど、普通におるかな、アンちゃん。え、あれはアンさんと美香子さんね。それじゃあ早速アンさんに翼くんと一体何があったのか話を聞いてみましょう。そうだな。あ、ちょっと待って。どうした？え、あの二人何か話してるみたい。あー、でもあんちゃんにとって一番の親友って美香子ちゃんやもんな。あんちゃん大丈夫？ねえ翼くんはなんて言ってた？ダメだった。そんな、やっぱり私なんて静かにはかなわない。そんなことない。あんちゃんは可愛いよ。でも静かを選んだ、それが全てでしょ。それはあの踊り込み中すみません。君たちはオカド部の、あんたたちなんでついてきてんの？あんちゃんにちょっと聞きたいことが。あっち行ってよ。今あんたたちと話すなんてないから。ですよね。あ、待って、あんちゃん。私たちも行きましょう。私たちも。俺たちは逆の方向から追いかけや。そうですね。
ちょっと待って。どうした？はい。君たち、また何か調べてるの？まあ、静香さんが何者かに襲われてしまったので。え？静香ちゃんが襲われた？はい。そこで僕たちはその犯人を探しているんです。え？まさか、あんちゃんを疑ってるの？いや、そういうわけじゃねえけど。静香を襲った犯人を探しているうちに、あんた翼がなんか揉めてることが分かったんだ。だから、あんに翼との関係を詳しく聞こうと思って。そうだったんだ。美香子さんは二人の関係について何か知りませんか？それは、言えない。みんななんか言えないって言い出すのな。え、どうして？ごめん、それだけは言えないの。言えないということは、やはり何かただならぬことがあったんですね。それは、もしかして、アンに口止めされてるのか？大丈夫ですよ。僕たちは口は固いので。本当かな？誰にもぼらしたりしませんから。そうじゃない。アンちゃんはずっと昔から思い続けていたのに、それを突然。ごめん。これ以上は言えない。私はアンちゃんを応援するって決めてるから。私、用事を思い出したから、もう行くね。これさ、応援とかさ、思い続けてるとか言うけどさ、絶対恋愛的な意味じゃなくてさ、なんかやっぱオーディションとかモデルとかの話の件な気がするんよな。美香子！言ってしまいました。美香子にしろ翼にしろ、なんであんた翼の関係を隠したがるんだ。そこはちょっとわからんな。隠す必要はあるんかって。それは謎ですね。何か言えない理由があるってことだよね。こうやったら、アン本人から聞き出すしかなくね。そうですね。それでは、アンさんを追いかけていった3人と合流しましょう。ああ。それから、しばらくして。ここにもアンさんはいないわね。ふみちゃん、そっちはどうだった？ケスケ君、ダメ、見失ったわ。そうか、俺も見失った。みなさん、シロー君、アンは見つかった？それが手分けして探したんだが、見失ってしまって。マジか。じゃあまた探すしかねえな。おや、そういえば、ルイ君はどこに行ったんですかね？あれ？いつからおらんようになった？追いかけていくときに、ルイちゃんも一緒だったよな。あれ？さっきまでは一緒だったんだけど。そういえば、手分けして探し始めてから、まだ戻ってきてないな。もしかして、ルイちゃんがもうアンちゃんを見つけたとか？確かに、今、アンさんから話を聞いている最中なのかも。もう少し待ってみるか。数分後。帰って来ないわね。ルイちゃん、一体どうしたんだ？ダメ！電話も出ない！ルイちゃん、何してるんだろう？とにかく、まずはアンさんを探す前に、ルイ君の行方を追いましょう。そうね。え、なんでルイちゃんおらんの？まさか、アンちゃんを追いかけて入ったのが、モデルの事務所で、ルイちゃんもモデルとしてスカウトされてんじゃないの？ミジョと話してるな。なんかすごい気になることしてるな、お前。宮本くん、なんでそんなこと、そこで、そんなところで何をしているんだ？いや、まさか、まだ喫煙所に行こうとしてるんじゃないだろうな。え？そ、
そんなわけないじゃないですか。もう禁煙していますし。じゃあどうして君はそんな場所にいるんだ。それは休憩のついでに少し散歩をしようと。ふむ、宮本くん、ポケットを見せなさい。あ、いや、それは。早くしなさい。はい。やはりタバコを持っていたか。君は何度言ったらわかるんだね。タバコは体に悪いからはやめなさいと何度も言ってるだろう。それに、君は教師がタバコを吸う姿を生徒に見せることがいい教育になると思うのかね。もっと我が学校の教師として自覚を持ちなさい。あ、はい、すいません。ダメですね、これは。なんだ？誰これ？誰が掘るで？あれは。え？なにこれ？誰だよ？ルイちゃんだったよ。え？なんでルイちゃんがウェディングドレスを？それに鎖か何かで縛られている。それにしてもルイちゃん可愛いな。俺思った。めっちゃ可愛いって誰かわからなかったもん。ちょっと気付け。今そんなこと言ってる場合じゃないだろ。ルイちゃん。どうやら気を失ってるみたい。もう一回言って。これもドッペルゲンカーの仕業。いきなりルイちゃんのことをターゲットし始めたな。何の前触れもなく、こんなわけわからねえ状況。きっとそうだろう。状況が飲み込めていませんが、早くルイちゃんに作られた鎖を取って助けてあげましょう。そうだな。ダメだ。この鎖絡まってて外せねえ。死ぬつけの力でもダメなら一体どうすれば。わかる。おいにはわかるぞ。美術室。これだろうが。前々から気になっとったんじゃ、お前。なんでてこんなものがあるんだって。前々から気になっとったんじゃ。これだったんか。これは、糸のこぎりですね。そうだ。これを使えば、鎖を切断できるかもしれません。これで切断できなくて、鎖を切るためのものじゃないんだ。足を切るためのものとか言うたらそうだからな。スリラー映画のそうになるからな。そうの一作目の展開だからな、お前。痛いぞ。糸のこぎりを持ってきました。これで鎖を切断してみましょう。ああよっしゃ、切れた。よし、切れました。ルイちゃん。ルイさん、しっかりして。かわいい。今そんなこと言ってる場合じゃないけど、かわいい。スカウトされるな。あ、気がついたみたい。あれ?みんな?ルイちゃん、大丈夫か?私、どうして?って、え?何この学校?それは、俺たちが聞きてえや。ルイ君、こうして捕まる前に何が起きたのか覚えてませんか?確か、あんちゃんを追いかけてたんだけど、途中で見失っちゃって、そしたら突然、誰かにタオルで口を押さえられて。誰かに口を押さえられた?犯人の姿を見たのか?ごめん、見てない。そうか。そして、そのまま私は気を失っちゃって。そういえば、何か思い出したのか?記憶は曖昧なんだけど、私がここで縛られていたとき、犯人が何かを喋っていた気がする。確か、静かは醜い。
でもルイさんは美しくあるべきみたいなことを言っていた。なんか自分でも言うの恥ずかしいんだけど。え、静香ちゃんのこと見にくいって言うやつおる？そういうタイプのやつ。でも、確かに静香ちゃんよりもワンちゃんルイちゃんの方が人気出るかもしれないっていうレベルの美貌だなって今思うけどさ、今の格好なら思うけどさ、なんだ？でも静香ちゃんのこと見にくいっていうやつおるんか。なるほど。静香ちゃんは見にくいけど、ルイちゃんは美しくあるべきって。なんだそれ。おそらくルイさんを襲った犯人は、静香さんを襲った犯人と同一人物でしょうね。ええ、そうね。二つの事件を整理すると、犯人の言葉から、静香さんは見にくいから豚のマスクをつけられて、ルイさんは美しくあるべきだから、ウェディングドレスを着せられたってことかしら。そうだね。やっぱり犯人は静香を憎んでいた人物だと思うんだけど。だがなんでルイにまで事件に巻き込まれたんだ。犯人の目的がわけわかんねえぞ。私もさっぱり。もうわからんようになってきたな、ちょっと。ルイちゃんは、狙われる理由がないよな。来たか。絶望プリズンか？絶望プリズンかこれ。猫彦の召集か？え、何の音？扉。おい、そこに誰かいるのか？誰かが走って逃げていったみたい。この現場を覗き見てたってことは、もしかして静香ちゃんとルイちゃんを襲った犯人じゃないのか？確かにそうかも。今逃げた人はまだ学園の中にいるはずです。追いかけましょう。展開が早いぞ。キャー。大丈夫かルイちゃん。ドレスの裾を踏んでしまって。怪我してない？大丈夫。ごめん、私のせいで犯人が。それは気にしなくていいですよ。可愛いですからね。おそらく犯人は静香さんに恨みを持っている人物よ。だから静香さんに恨みを持っていた、いそうな人を探しましょう。じゃあ追跡開始です。よっしゃ。恨みを持っていそうな人ね。なんで人数少ない？なんでこんな人数少ない？まあ一番最初に思い出せるのは君ですね。あれはサナエさんですね。まあ一番最初に上がるのはこの人ですね。なんかちょっと素人みたいな喋り方になってますね。かなり挙動不審な態度をとっているみたいです。怪しいですね。おい、サナエ。へぇ。どうしたその反応は。なに。どうした、めっちゃななな言ってるやん。なななってジョイマンかお前は。お前そんなところで何してるんだ。別に何も。サナエさん、あなたかなり汗もかいてずいぶん息が荒いみたいですが、どこかランニングでもしてたんですか？それは。もしかして、さっき屋上から逃げたのはお前か？恐ろしくリアクションがわかりやすいわね。サナエさん、もう隠しても無駄よ。なんで逃げたりしたの？それは、あなたたちに気づかれたから、つい反射的に。気づかれたって。そういえば、サナエって静香ちゃんと仲が悪かったよな。確かに、つばすることでいつも喧嘩してた。じゃあやっぱり、私の静香さんを襲った犯人は、サナエちゃんなの？違う。私じゃない。じゃあなんで屋上でルイちゃんが襲われたとき、お前は屋上にいたんだよ。それは。ああ、しかも俺たちに見つかった途端走って逃げた。どう考えても何かを隠しているやつの行動だろ。違うの。
さっきあなたたちが教室で翼くんと揉めてるのを陰で見てたの。だから気になってあなたたちの後を追いかけてただけ。本当か？嘘じゃない。私翼くんのことなら何だって気になっちゃうから。ふーん、なんか言い方が怪しいですね。サナエさん、本当はあなたがルイさんを襲った犯人なんじゃないですか？ルイさんを襲った後、あなたは僕たちに気づかれないように隠れていただけのでは？違う。私は知らない。本当に犯人は私じゃないの。正直に言った方が楽になりますよ。おい、サナエが逃げたぞ。疑いで危うく逃走かよ。ますます怪しい。どうする？追いかける？そうだね。そう時だった。出たー、そろそろかなと思ってました。おい、おかうど好きの青年。これは頭の中に声が。時間切れだ。これより絶望裁判を行います。もうですか。あと少しだけ調査する時間を。ダメだ、もう待ってる余裕なんてね。あとは絶望裁判で解き明かしてください。じゃあ絶望プリズンへご案内だ。北下水の時間、ちょっと後半ルイちゃんが襲われている謎が起きましたが、さあ頑張っていきましょうか。